こんにちは、岩佐教育研究所岩佐と申します。私の方からですね、ちょうど皆さんは、コロナの中でですね、いろいろ不自由な、部活や勉強を強いられているかなというふうには思うんですけれども、そろそろ、皆さん、特に中学3年生の皆さんのですね、志望校を考えなければいけない時期に来たかなというふうに考えています。今日はですね、その辺の志望校決定のために、今国はどういうふうに動いているのか、あるいは、志望校を決めなきゃいけないところの、要因というかですね、どういうものを考えながら、志望校を決めるべきなのかというところについてちょっとお話ししていきたいなというふうに思っています。教育が変化している原因を、考えながらですね、ぜひ志望校選定に向けて考えてみていただきたいなというふうに思います。コロナショックによって教育が変わってまいりました。学校でも、あるいは塾の方でもですね、ネットによる授業とか、こういうのを皆さんも受けたことがあるんじゃないかなと思います。高校入試でもですね、例えば郵送による出願が可能になりました。私立高校の方ではインターネット出願と、行かなくても出願できるようなシステムが出てきた。これはコロナショックの害ではなくて、コロナショックのためにこういういいことが出てるんだなというのもあるんだろうなというふうに思います。高校教育と大学教育、大学入試の一体改革、この春の大学入試からですね、大きな入試改革が実施されました。皆さんは、大学を希望する方はですね、この第5期生ということになると思います。また新たな改革が実施される可能性が出てきています。高校生へのですね、国の就学支援金、助成金ですね、それから埼玉県独自の支援金というのが去年から増額されまして、公立へ行けば、ほとんどお金はかからない、私立へ行っても、お金がすごく助成金が増えてきて助かるという話になってきております。この辺も後ほどお話したいと思っております。それから今年からですね、中学生が学習指導要領改定になりました。教科書の内容が今年から大きく変わってくるわけです。皆さんは、来年高校行った時に高校の学習指導要領改定の1期生ということになります。来年から高校も変わるということになります。同時にですね、皆さんを評価する指導要録というのがあります。いわゆる閻魔帳と言われているものなんですけれども、これが調査書とかあるいは通知表、こういうのの大元になると思います。これが、今年から、中学生改定される予定です。でもこの辺も後ほどお話していきたいというふうに思います。それから在籍の変化、少子高齢化がすごく進んでいるよというお話をしてまいりたいというふうに思います。それからもう一つ、知っておいていただきたいんですけども、ソサイティ50、これ聞いたことありますでしょうか。 AI 人工知能の進歩、こういうものに支えられているんですけども、高度、科学技術、進行基本計画というのがありましてですね、これが第5期に入ったと。いわゆる超スマート社会が今後出現するだろうという想定のもとにですね、例えばトヨタが静岡県に、ウーブンシティという町を実験的に作るということが発表されて話題になっています。世の中がものすごい勢いで、コンピューター社会というんでしょうか、便利な社会に変わってくるよと、いうことが今言われているわけです。大学の方の論文の中にですね、例えば、10年15年後に今ある職業が半分はなくなるという話は聞いたことあるかもしれません。新しい職業が半分出てくるわけです。皆さんが30歳40歳になった時にそういう社会に変わっていく、だから今何をすればいいんだというのを考えなきゃいけない時期なのかなという気がしているわけです。もう一つ知っておいていただきたいのはですね、ゴミ袋の有料化に始まる
我々の認識なんですけれども、これはですね、日本が国連の一員であるということでですね、持続可能な17の開発目標というのが、突きつけられているわけです。2030年までに、解決していくという目標が今突きつけられているわけなんですけれども、その中で、環境保全、海や陸のをきれいにすると、あるいは、ジェンダーの問題ですとか、あるいは貧困の問題ですとか教育の問題、こういうものが国連の方から日本に、突きつけられているわけです。これに対してですね、教育の世界でも入試問題にこの持続可能な17の開発目標が入試問題として出始めているというところも皆さんちょっと知っておいていただきたいわけです。そういうのをですね、気にする時期になってきてますよということだと思います。先日教育再生実行会議というですね、内閣総理大臣の諮問機関である、そういう会議がですね、一つの報告を内閣総理大臣に提出しました。そういう中で、9月入学については当面見送ろうという話にはなってるんですけれども、飛び級は進めようと、あるいは小学校中学校高校の生徒のですね、にはですね、一人一台の端末を早く渡しなさいという話が提言されているわけです。そこからも教育が変わってくるのはお分かりいただけるだろうなというふうに思います。また皆さんがですね、これは来年の話なんですけれども、高校3年生になった時、皆さんは18歳になってくると思います。18歳になった人から大人になります。いわゆる新成人が18歳年齢からというのがですね、来年の4月に施行されます。これはですね、大人になって権利、いろんな権利が発生するのと同時に、刑法まで変わってくる。悪いことをしたら捕まるよと、逮捕されますよと、刑務所へ行かなきゃいけないんですよと、そういう責任まで同時に発生してくるものだろうと思います。高校選択の中で18歳年齢に対して何をしてくれるかと、そういう高校を見つけてもいいんじゃないのかなという気がしているわけです。これらのことがですね、断続的に皆さんの、進路先を選ぶという活動に影響してくるということをぜひ知っておいていただきたいというふうに思います。続いてなんですけども、中学3年生なんですが、これは人口の問題が絡んでまいります。皆さんと同級生は全国に109万3000人の人が生まれました。で、残念なことに生まれてすぐにですね、1万人以上の方は亡くなっています。今現在の在籍は107万9千名、これで見ると単純に、1万5千人ぐらいはいなくなったなというふうに思うかもしれないんですけども、実はですね、亡くなった方は3万4万といるわけです。在籍の中には外国籍のお子さんも入っています。日本に働きに来た人のお子さんがですね、そのまま小学校中学校で勉強するというところまで入っているというのが在籍だというふうに考えてください。去年は卒業生は106万3千名でした。106万3千人生まれたと。在籍が105万2千人でしたから、在籍で見ると今年は全国的に見て2万7千人増えているということになります。令和2年、去年1年間で生まれた赤ちゃんの数というのは国が発表しておりますけど、87万3千人というふうに発表されています。皆さんと比べると22万人少なくなる。これが日本の15年後の世界なわけです。亡くなった方は1年間で138万5千人亡くなったというふうに発表されていました。単純に見るとですね、日本人は50万減ってるわけです。これを少子高齢化と呼ぶわけです。先ほどですね、新学習指導要領が、来年から、今年から中学校、来年から高校が実施されるよというふうに、お話ししましたけれども、
この変わる理由というのは、一つは少子化の中で、おそらくこれから先ですね、日本の中で、労働者として働ける人たちっていうのは急速に減少しちゃうわけです。と外国籍の方にそれを追っていただかなきゃいけない。日本の国がですね、いろんな国の方々と一緒に日本を作っていかなきゃいけない世界がですね、これから5年10年先には生まれるだろうと、そこまで含んで、学習指導要領の内容が検討されているというふうにご理解いただければと思います。無論英語が重視されます。それからグローバルという言葉の中でですね、いろんな国の人の文化を理解していくということが必要になるんだろうというふうに思われるわけです。学習指導要領の改定に伴って、特に皆さんが勉強しなきゃいけない内容も変わるんですけれども、それは教科書に全部記載されている内容で、それに揺るぎはありません。ただ、一つ気をつけていただきたいのはですね、学習指導要領というのが一緒に改定されてですね、今まであった観点別評価という通知表に項目ございましたけれども、これが変更されるということになるということは知っておいていただきたいと思います。これについては次の項目でお話ししてまいりたいというふうに思います。先ほどお話ししましたですね、観点別評価の変更ということなんですけれども、学習指導要録というのがあります。これは、毎年ですね、年度末に、その学年の先生が書いて次の学年に申し送りするためのものだというふうに理解していただきたいんですけれども、実はこれがですね、もともとは通知表が元になっているんですね。でさらに学習指導要録を作るためにそれが高校入試に使えればいいんですけれども、あくまで調査書というのは12月の中旬の段階の覚書なんですよ。ですからもともとは学習指導要録を作るためのものであるというふうに理解していただくとですね、一番重要なこと、ここで皆さんが1学期の通知表の評定、これを上げるために努力していただく、あるいは2学期の評定を上げるために努力していただく、いうことのためにですね、このお話をしていただきたいというふうに考えております。評定の大元である観点別評価なんですけれども、今までは、通知表に書いてありますから確認していただきたいんですけれども、国語はこの5つ の, 表あの観点で成り立っておりました。それ以外の8教科はですね、4つの観点で成り立っています。でこれが全部 A の人はですね、最終的な評定としては、かなりの確率で5になる、もしくは4になるということが約束されていたと思います。今度はですね、新しい観点、今年のからの観点なんですけれども、おそらく通知表の観点も次の3つに集約されることになります。知識理解、思考判断、表現、主体的に学習に取り組む態度、言ってることはそんなに変わらないです。ただ、今までよりもですね、きちっと定期テスト対策をしなさい、授業へ積極的に参加しなさい、さらに分かってたら手を挙げなさい、宿題は忘れちゃいけないよということがきちっと明確に提示されたというふうに考えていただきたいと思います。3つですから、じゃあ 3つA だったらどうなるのというのについては各学校で、検討されて決まるもんだというふうに理解していただきたいと思います。変わるということ、これに向けてきちっと学校の、内心対策というんですかね、これに向き合っていただきたいなというふうに思います。埼玉の高校入試というのはですね、あくまで今年の春の入試はまだ発表されていませんので、その前の、制度に基づいてお話ししてまいりたいんですけども、全日制 91.9% の人が進学しています。全体の進学率はですね、驚くなかれ 99.1% になります。高校には誰でも行く時代ということになるんだろうと思います。ただ全日制は 91.9 ですから、
7% 強の人がですね、定時制および通信制に行ってるよということになるんだろうと思います。私立入学者と公立入学者というふうに大きく2つに分けられるかと思います。公立に行った人はですね、埼玉の場合には公立と私立で約束事がありまして、定員としてはですね、進学希望者の 65% を定員とするというふうに決まっております。したがって生徒が増えるから、20クラスぐらいの、募集定員が増えるよというお話になってくるわけですけれども、実はですね、去年おととしの段階で全日制に進学した人はですね、全体の 62.9% でした。65% いってないんですね。でそれに対して私立行った人は、行かなきゃいけない人数としては2万800人、あるわけですけれども、実際には埼玉県内の私学はですね、収容は1万7800人しかありません。でさらにですね、県外から1800人ぐらいが県内私立に入学しているというのが一つと、で二つ目はですね、もうすでに私立の中学校で勉強している人たちがそのままソロ私立に入学すると、これが大体2700人ぐらいあるわけです。と本格的に埼玉県内私学の収容数っていうのはですね、本質的な収容数って1万3300しかないんですよ。じゃあ残り、大体1万人ぐらいなんですけども、この人たちが、東京あるいは群馬、栃木、千葉、こういう隣接県の私学にお世話になっているというのが今の現状だというふうに理解してください。別に成績は悪いから、例えば東京行くわけじゃございません。逆のケースかもしれないです。毎年受験生は、志望校調査として中学校に自分の志望校を提出する、1校ですけども1校を提出するというのがあります。これを志望校調査と呼びます。毎年9月の終わり頃あるいは12月の第1週の終わり頃、中学校に行きたい学校1校書いて提出する。実はこれがですね、志望校を表に出す、会場テストで志望校書くということと別にしてですね、公式に志望校を表明する初めての機会だろうというふうに思います。そこまでに書ける学校を心の中に思っていただくというのが正しいんだろうなというふうに思います。何が言いたいかということなんですけども、9月の頭に志望校を意識し始めて12月の第1週の終わり頃にはほぼ確定するという志望校の、確定のタイミングを知ってほしいなというふうに思うわけです。去年の場合にですね、12月の15日現在進路希望調査、これで公立と書いた人がですね、公立を実際に受けた、割合っていうのが 97.7% です。そこまでこの進路希望調査というのの時期は、言ってみればグッドタイミングだったということになるわけです。ただこれをですね、8年間見ていただくと、面白いことが分かってまいります。 72%、73%、74% と、少し上がってきたのに、ここへ来て急速にこれが低下しているという現実だと思います。去年は 65.4% というふうに、公立を書いた人の割合が急速に減ったと、コロナという影響もあったかもしれません。ただ、大学入試改革が影響したろうなと、現役進学というのを、希望する人たちが私学へ期待したのかなと、あるいは、支援金が充実したから私立行ってもお金の差がなくなったんじゃないかというふうに、思われるかご家庭が増えたということもあると思います。またコロナの中でですね、説明会ができなかったと、あるいは定員制にして、もう早く締め切らざるを得なかったという公立高校も多かったというふうに聞いております。それらの情報が入らなかったためにですね、親切に対応してくれた学校に、志望校を変えたというケースもあったように思います。コロナの中で高校も授業ができなかった時期が長くありました。
そういう中でですね、だけどインフラが整備されている、モバイル端末が配布されている学校は授業をやったんですよ。まあ、そうするとどうしても私立高校に期待されるのが強かったんだろうと。全体的に見るとですね、やっぱり私学志向に走ったのかなというふうに見える部分がありました。まあ、今年はですね、まあ、そういうのはないと思います。ただですね、埼玉では入試日程が最初発表されていた日程から変更されました。これはパラパラお読み取りいただいてですね、日程の変更をメモしておいていただきたいなというふうに思います。またですね、選択問題最要項に、今まで21校だったんですけども、今年から、まあ、今度の入試からですね、大宮北高校が加わって22校になったということが新しい点だろうと思います。今後の予定としては6月末に定員が発表されます。どの学校が募集数増えるかとご注目いただきたいと。それから入試要項選抜要領が7月に発表されます。各学校の選抜基準は8月になります。この辺もかなり注目していただきたいというふうに思います。また出題の基本方針ではですね、知識・技能を活用して課題を解決する、まあ、そういう言葉が文言が追加されました。どんな課題が、まあ、問題として出るのかなということが注目されるわけです。私立高校入試、これはパラパラ読み取っていただければと思うんですけれども、1月22日入試解禁というのは変わりありません。入試をどういうふうに実施するかというのは22日以降で各学校が決める話ですので、各学校の要項を確認していただきたいというふうに思います。ただ埼玉の場合にはですね、学校説明会、私学の学校説明会、これは個人が、行っていただく、情報を入れていただく、で個別相談を受けていただくというのが定番になっております。まあ、この辺はですね、各私学の日程をご確認いただきたいと思います。学校コースごとに基準が発表されます。その基準の差をきちっと読み取っていただきたい。さらに、まあ、うちの子が将来進みたい、コースというのを、きちっと把握していただくというのが志望校選択の中で、私学を選ぶ一つのポイントなんだろうなというふうに思っております。それから公的な助成金を知っておいてください。まあ、私学に行っても助成金が出ないケースもあります。まあ、この辺はお気をつけいただきたいというふうに思います。単眼も併眼も、個別相談から始まるというふうにご理解いただきたいと思います。次に私立と公立の学費のお話なんですけども、埼玉では、まあ、よく言われているのは公立はタダというふうに言われております。タダではありません。授業料11万8800円という金額は存在します。ただし、年収910万を下回るご家庭は、国が出してくれると。よってご家庭からはお金取りませんよと。これを不徴収と呼びます。集めないということ。で、お金はかかんないわけじゃありません。一方、910万を超えるご家庭についてはですね、大体月1万円お金かかりますよということになると思います。それから入学金は公立の場合には県立は5650円というふうに決まっております。私立高校についてはですね、例えば埼玉市内の私立高校については、8万円近いお金が入学金として徴収されます。これもお気をつけいただきたいと思います。川越一律、あるいは川口一律と、一律が、市によってお金の徴収が変わるということになります。私立高校は埼玉県で、48校の私立高校がありまして、うち浦和明の私高校1校が募集をしておりません。高校からの募集をしてない。で、47校の平均の入学金がですね、24万円になります。授業料は38万円平均、施設費として18万円平均という金額が出てきております。国の就学支援金、国が出してくれるのはですね、590万未満、失礼しました、590万から910万、
11万8800円出してくれます。これ以上は出してくれません。で、590万未満が、まあ、大体40万円出してくれると。これ出してもらえますとですね、事業料はほとんどタダになるということはお分かりいただけると思います。もう一つは、国の就学支援金はどこの私学へ行っても対象になるということです。それに対して埼玉県就学支援金、父母負担軽減事業という就学支援金があるんですけれども、こちらについては埼玉県内のお子さんが埼玉県内私学に行った時のみ対象でありまして、東京に行ったケース、千葉に行ったケース、群馬に行ったケースは対象になりませんので、ご注意いただきたいと思います。年収720万未満の場合、国の就学金と合わせて37万8000円、年収609万未満だと入学金支援がつきます。さらに、500万未満ですとですね、入学金支援のほかに施設費支援までつくと。ここまでつくとですね、うちはお金がないから私学は無理だというご家庭もですね、ほとんどタダになるということがお分かりいただけると思います。だいたい私学の在籍の5割がもらえるようにシステムが変わったよということになると思います。今受験生にとって一番大事なことは何だろうというふうに考えたときにですね、まず一つは、まあ、コロナの関係がですね、どういうふうになるか分からないんですけども、基本的には冷静に対応していただきたいなというふうに思います。それから調査書の評定というのは非常に重要ですので、集中して授業に臨んでいただくだけではなくてですね、やはり宿題を忘れない、提出物はきちんと提出する、刺されたら返事をきちっとして答えるというような姿勢が大事かなというふうに思います。会場テストと中学校の学力検査、中学校長会のテストというのがあります。これも手を抜かないで頑張っていただくことが大事だろう。それから将来の仕事ややりたいこと、これを考えていただきたいなというふうに思います。そのために高校へ行くということの一つのステップなんだということだろうと思います。それから高校は自分を一番伸ばしてくれる学校を選んでほしいなというふうに強く願っております。いろんなところで伸びていいと思います。学力でもいいですし、人間性でもいいですし、スポーツでもいいし、体力でもいいと、伸ばしてくれる学校をぜひ選んでください。高校は最終目的地ではありません。したがって、妥協や諦めを今の段階でしないでいただきたい。そこに向かって本気になって努力していただきたいなというふうに強く願っております。夏休みに向けてですね、皆さんの志望校の選択、正しい選択を期待してこのお話とさせていただきます。どうもありがとうございました。